エビフライは、エビを多量の食用油で揚げた日本発祥の料理である。日本で開発されたフライ料理の一つであり、代表的な洋食料理である。エビを、カツの手法によって、多量の食用油で揚げて作る料理で、キャベツ、キュウリ、トマトなどの野菜が添えて出されることが多い。多くの場合、タルタルソースやウスターソースなどをつけて食べる。エビフライの素材は、 高級店では主に車エビが使用されるが、漁獲量の低迷と価格高騰の影響があり、一般的にはブラックタイガーを使用する店が多い。他に高級品でコーラエビ、伊勢エビ、ニシキエビなどを使う例もある。冷凍食品などでは安価なバナメエビが用いられることが多い。発祥は諸説あり、確かではないが、本校では代表的な説を以下に示す。 立てて盛り付けた場合、寝かせて盛り付けた場合、エビ丼柄を剥いたエビの背わたを取り、丸まらないように背中方向へ伸ばす。伸ばし方としては、腹側に何箇所か、小さい切れ込みを入れ、背中から押し潰すように、腹の筋がプチプチと切れるように、好みの大きさになるまで潰し伸ばす。その後、小麦粉、溶き卵、パン粉の順に衣をつけ、食用油で揚げる。 ふっくらとしたボリュームのある衣に仕上げるためには衣を二度付け、すると良いとされる。一部の店では、殻を剥く際に頭を取らずにあり頭で仕上げる場合もあり、この場合には頭部には衣を付けない。とんかつソースや中濃ソース、レモンの果汁、タルタルソース、醤油、トマトケチャップなどをかけて食べることが多い。ナイフフォークを使って洋風に、また箸を使い、 単品料理や定食等で食べる場合が一般的だがパンの間に挟んだエビフライサンド、卵とじにしてご飯に乗せたエビフライ丼といったメニューも知られている。現在は簡単に調理ができる冷凍食品も多く販売されており、お弁当のおかずなどとしても利用されている。タモリがかつて名古屋を揶揄する一連のネタの中で名古屋弁ではエビフライーというと発言したことが 交換に広がり、名古屋飯の一種であるかのような誤解が広がった。その誤解に乗じて、エビフライを名物料理であるかのように提供する飲食店も名古屋には多数ある。三河湾は日本有数の車エビの産地であり、天むすなど元来からエビを使った名古屋飯も存在する。1990年、車エビは愛知県の魚として登録された。 実際には、名古屋弁で、外来語の、フライが、老年層で、フレアーのような発音になることはあっても、フレアーということは、まずない。中国、山東省は、エビの産地であり、新潟周辺が1898年から、ドイツの咀嚼地となった歴史もあって、滑ツ,ツの手法を使った中型のエビのフライ、サクイ板エビが、三島料理レストランなどで出されている。 日本のエビフライと違う点は、背開きで平たい形状にして、塩などで下味をつけ、細かなパン粉をつけることである。ウスターソースなどはつけない。ユニコード6.0において、フライドシュリンプの名称で、エビフライの絵文字が採用されている。中央区観光協会初めて物語マップ。日本の西洋料理の歴史西洋食文化の流星一度は、食べたい。 創業100年以上の老舗飲食店、レンガ亭1895年創業の洋食レストランで、エビフライなど、レンガ亭発祥食の研究所食の源流探訪、天ぷら魚フライで誕生したエビフライ、民有社編、家庭創書大発刊簡易料理 P90、1895年、東京、民有社、村井玄祭、食堂落俗編夏の巻、P236、 1913年、放置者東海名物辞典、え、東海テレビ放送スタイルプラス2012年6月24日放送から、2016年3月4日辞典のアーカイブ。石毛直道、ハオチ鉄の胃袋中国万有祭南通、太陽、1983年9月号、ピアニッシも120から128、平凡社、ありがとうございます。